です。各社前傾姿勢ゴープを聞いての第5レーススタート。さあまずは外のコースから6番の斉藤和也が前通り飛び出していきました。2番滝野翔太、2番手、3番手、7番の渡辺正人、4番の土井雄二、そして5番阿部光弘と続いて修志国勢連携を整えています。1番の坂木田雄介、6番手、最後尾3番高橋則文の序盤戦です。1周回目2コーナーからバック、7番の渡辺が先頭位置へと変わりそう。福島同県連携7番6番で先団、3、4番手は1番の坂木田、2番滝野が迎え入れまして東のもう一つの連携です。4番の土井、5番の渡辺、5番の阿部、両者は中四国連携で5、6番手、3番高橋は1社のレースで初手は最高です。さあ競争は2周回目に入りました。7番の渡辺、近況中身最終日のレースで最終バックを取っております。同県連携6番の斉藤、1番の坂木田は初手は3番手、初日人気を背負ったんですが4番手でもつれてしまいまして勝機を逃しました。2番の滝野翔太が連携します。4番の土井雄二は初手5番手、予選は駒切れ戦2社でも逃げて自分のレースをやっています。果敢な土井を目標の2日目は5番の阿部です。3番の高橋則文、九州1社、力の3分線、ここは位置決めずに行きます。初手は中四国勢の後ろ最後尾です。さあその中四国勢が4コーナー回るあたりで動きを見せました。4番の土井がスーッと車を進めていく、誘導と距離取る7番の渡辺は車を引いて、1番の坂木田はどう出るか、坂木田は現在は6番手、さあ3番車の高橋が上がった中四国コンビを追っての3番手となっています。2コーナーからバック、さあいよいよ打賞前、7番の渡辺が仕掛けていく、4番の土井雄二もここは自分の競争に決します。突っ張っていく、両者のもがき合いとなりました。さあ1番の坂木田どのタイミングで仕掛けるか、ただ前とは大きく距離が空いている。4角回って前に出たのは7番の渡辺正人、福島コンビで6番の斉藤その後ろ、そして3番の高橋が福島勢の後ろ先手先手と動いていって、1番の坂木田はここでスピード鋭くまくり上げて2コーナーからバック、4番手3番手と上がる。3番高橋もここは縦に踏んでいく。さあ1番の坂木田の仕掛け飛びつくような流れとなりました。3番高橋、2番の滝野しぐがけるか、4コーナーから直線コース、1番の坂木田雄介しっかりまくりを決めて押し切って2着ワンテ守った2番滝野、3着3番高橋です。第5レースは永久特区一般戦1組目です。リプレイスをご覧いただいています。4番土井、5番渡辺、両者の先陣争いもがきようとなりました。先行争い軍配7番渡辺に上がったところ、後方から一気にまくり上げていった1番の坂木田、3番高橋も縦に踏んでここは飛びつくような流れになりましたが、2番滝の番手守って1番2番の坂木田ライン1、2決着、3着3番高橋です。決定までしばらくお待ちください。第5レースでした。